誰が怪しいか様子を伺っているところかもしれません。そうですね、まあ、捨て牌の怪しさで言ったら茅森選手ですね。なんせ自敗1枚も切ってないんで、何か怪しい。さあこれでイースーマンの受けを採用することができます。はい、お、来た。途端にやる気に。オイド、茅森でチューン、ドラを2枚ずつ持ち合う格好になりました。はい、C1 が普通ですね。形はチューンはもう頭か、頭かポンでもいいけど、まあ、ありますからね。うん、単独の統一を払うのがセオリーになるかといったところで乱辺切れました。はい、これは馬強ですね。そしてカヤモリ転敗だ。シャータンキー初めて打ち出された自敗白、これを切ってのリーチとなりました。まあ、ションパイの自敗よりは1枚切れで待つというのはセオリーですね。でもちろん誰も持ってません。山に2枚っていうことですね。はい、これは山に2枚で闇点にしておくとシャアは多分止まらなかったけど、リーチだと止められちゃうかもしれない。それでもハネマンツモ、バイマンツモ見たいっていうことですね。積もるとリーチ、積もチートイツ、ドラドラ、ハネマンは確定します。はい、さらにね、裏ドラ、お楽しみの裏ドラがあります。ここが乗るとバイマン、しかも行く手の人はシャアも切ってくれるんで、じゃあリーチかなと。なるほど、なんかいいことが多そうですね。うん、でも止められちゃうとなんか一気に残り1枚になっちゃってきついんですよ。うーん、1枚残り積もれなくても、まあ、2枚しかないからねってなるんですよね。不思議。あれ、これ何、ウーピンじゃないですか。4じゃないですか。4ですか、5ですか。4でしたね。5だったら言ってると思うんでね、オラーって、ね、もう勢いよくね、切ってますよね。はい、シーマンかパーマンを、そうか。でチートイツのシャア2枚とも山だとワンパイ信じられねえってなるけど、でアンパワーの2枚山はまあそんなこともあるかみたいなね。怒り浸透ですよ、シャアが2枚山、はい、ワンパイだったら。そう、パワーも9はも通ってるじゃないですか、松川選手。押し返しができそう、まあ、時間がないんですけど、まあ、形式転敗ぐらいは狙えそうですね。積も番あと2回残ってますね。あー、3色で上がろうとしてる。なるほど。そしてウーピンチーして大井が転敗取ります。チュンとチーマンのシャンポン待ち、まあ、チュンじゃないと役はつきません、はい、そしてチュンはもう山にありません。あ、転敗ってない、転敗ってない、チーピン切ってあった。そうなんですよ、チーピンウピン通りますね。安全にいけそうですかね。うん、急走切りたいんですよ本当は。でも急走は通ってない。老急走もありえる。チートイツと読み切れる要素を探すわけですね、ここで一生懸命。まあ、チートイツっぽいなとは思ってるんですよね、うん、もちろん。だからテンパしたら切る気なんですよ、急走。ただいいシャンテンで切っていいのかよと。ウーピン。そういうことですね。急走は切り切れない。大井選手テンパったらシャアどうですか、シャア。どうだろう、問題のシャア。これね、チュンがもちもちなのはもちろん知る由もありません、大井の手は、はい、だからこれ満願のテンパイですもんね。なんか大井選手からしたら自分チュン統一なんで、このチー統一リーチだとしてもチュン短期でしょって思うんですよね。何そう、うん、はい、実際よくあるケースですよね。はい、よくあるケースなんで当然シャアも当たる可能性低くなってると。はい、さあそして園田が切り切れなかった。急走松ヶ瀬も持ってきました、うん、ここは守備。さあどうだ、何がいる。メンツ手だとありえるけど、いった、ここは切り切ったテンパイ取る、ね、さあそしてシャアいた、いったー、芸術もチートイツ、ドラドラ、裏ドラは、あ、裏いた。平均打点上がりました。かやもり4000、8000は4300、8300、大きく決めてきた。しかもトップ名多いが8000点の親かぶり。いやー、これはかやもり大きすぎる。最後のツボ番で決めてきました。もう諦めかけてましたからね、かやもり選手、いたーみたいなツボでしたからね、うん、目が覚めるようなシャア。はい。